お、あ、引き続きやっております。日比谷公園です。石橋。まあ、石の橋ですな。石の橋があります。松本楼。人めっちゃいる。人めっちゃいる。ちょっとちらっと見る。ちらっと。なんかお茶できるのかな、ここ。何なんだろうね。あ、でもなんか普通に。何これ。ああ、そういうことね。すごい。首掛け胃腸だそうです。移植不可能だったものを、自分の首にかけても移植させるっていうことで、日比谷見附にあったものをここに持ってきたんだと。わ、すごいね。確かにすごい蝶です。これ幹も太いしね、すごい蝶で、これを自分の首にかけてもってことですね。もうてっきりね、首をかけるイチョウかと思って、すごい、そんなホラースポットここにあると思っちゃいました。ね、ダメね。そういうことはないよね。あ、でも綺麗だね、本当に。さあ、ここにも、さっきやっぱアジサイっぽいやつ、アジサイじゃないのかもしれないけど、アジサイっぽいやついますね。あ、ここ、あ、そうか、普通にお茶できるポイントなんだ。そうなんだ。あ、なんだ、こっちが正面ね。いや、お、噴水です。ここがね、あれかな、やっぱ正面っていう中心部なんですかね。で、その噴水の奥に小劇場っていうか、少しステージになっててね、そこで簡単な音楽できたりするのかな。いや、野外ライブとかね、野外ライブっていうか、もう個人的には別にそんなね、大型のものじゃなくてもいいからね、演奏とか発表の機会あるといいなと思いますよね。本当に。すごい、この。はい、こちらが噴水でございます。めっちゃ綺麗ね。あ、虹が見える。虹見えます?見えるかな、ここから。だって太陽の側から見るといいんだよね、多分ね。見えるかな?ここは見える。一瞬でも見えてくれたら嬉しいが。見えるかな?見えないかな?心の強い人にしか見えないのかもしれない。虹。これめっちゃ入りたい。めっちゃこれ入りたい。もう、入って、バタバタしたい。ダメ?捕まる?めっちゃこれ、めっちゃ入りたい。大丈夫じゃない?ワンちゃん。なんか大騒ぎになっちゃうね。この皆さんのこのね、安らかな日常を脅かしてはいけない。お、ステージ。ちょっとステージが行ってみますかね。あ、こっちにステージなんだ。で、奥が、向かって奥が、観客席があるんですね。こういう感じですね。こういうところで演奏したいな。ねえ、こういうところだったら全然なんか、あれじゃないですか、演奏とかしても。まあ、あんまりね、天候に敏感な楽器はともかく、なんとかこういうところだけでも使えたらいいですよね。なんて。あ、すごい。日比谷公会堂正面に見えますかね。
ちょっとこっち、もうちょっと近寄ってみますか。いいね、やっぱ噴水あるだけで涼しげでいいですね。とてもいいね。5分過ぎたから一回切ろうかな。じゃあまた。